自衛隊ペルシャ湾派遣は湾岸戦争後の1991年にペルシャ湾に海上自衛隊の総海部隊が派遣されたことを言う。自衛隊にとって初の海外実任務である。練習艦隊等による遠洋航海以外の海外実任務で日本海軍海上自衛隊の艦隊がインド洋を渡るのは第一次世界大戦の地中海派遣。 第二次世界大戦のインド洋作戦以来の出来事である。また、他国領海付近における総会作業は、朝鮮戦争での海上保安庁の特別総会隊による活動以来のことである。1991年1月29日、自衛隊法第100条の合根拠として、航空自衛隊輸送機による難民輸送が政令で認められた。3月2日の 国際連合安全保障理事会決議686を翌3日イラクは受諾し、また4月3日の安保理決議687を同6日イラクはこれを受諾し、4月11日に停戦が発行した。停戦発行後、防衛庁長官は海上幕僚長に対し、ペルシャ湾における機雷等の除去の準備に関する長官指示を発出した。4月24日、 長官は、海上自衛隊に対し、我が国船舶の航行の安全を確保するため、ペルシャ湾における嫌いの除去及びその処理を行う。ことを目的とする、ペルシャ湾における嫌いの除去及びその処理の実施に、関する海上自衛隊一般命令を発令した。この命令は自衛隊法第99条を根拠として行われた。法的には、公海上の作業ということで、 海上自衛隊の通常業務という解釈がされた形である。自衛艦隊司令官に直属するペルシャ湾総会派遣部隊が編成され4月26日に出発した。総会派遣部隊はペルシャ湾へ進出する途上でスービック、シンガポール、ペナン、コロンボ、カラチドバイに寄港した。その際にはペルシャ湾への早期到着を最優先して 各気候地では補給、整備のみに限り、現地在外交官や所在海軍部隊指揮官への表敬訪問をする程度にとどまった。5月27日にドバイのアルラシット港に約7000回りの航海を経て入港した。そして、6月5日から9月11日までの99日間に、渡り、米国及び他の多国籍軍派遣部隊と協力して、 総会作業を実施した。このペルシャ湾派遣に採取隊員家族との連絡手段のため補給艦、時は内に海上自衛隊と機は船内郵便局が設置された。海上自衛隊の艦艇内に船内郵便局が設置されたのは南極地域観測隊の輸送、研究任務のために運用されている採氷艦知らせを除き自衛隊創設後初のことであった。そのため、 館内郵便局の消印欲しさに激励手紙が送られる事態となり、飛行時を見計らって、未使用に手に応印に押してもらおうとする業者もあった。補給管、時は以上、幹部76、順位7、四百428、総五511名で編成されていた。また、これには、医官、司会官、薬剤官の3名が含まれ、隊員の健康管理に当たった。 殉職者が発生した場合に備え、早瀬には缶桶を作るための木材が積まれていた。また、当時の海上自衛隊には、認識票を常時身につける習慣がなかったが、万が一に備えて、認識票を配布したところ乗組員らの表情が曇ったため、落合は苦し紛ぎれに、ただの迷子殺と説明したという。なお自衛官二人がこの任務に就くことを拒否したとして、 自衛隊法違反の疑いで逮捕されている。ペルシャ湾の嫌い布施設海域には、1991年2月28日の戦闘停止直後から、米、A、ベルギー、サウジアラビアの4カ国海軍の派遣部隊が、総会作業に従事していた。また、日本部隊が到着するまでには、フ通、ドク、イ、ランの4カ国も、総会部隊を派遣していた。日本部隊と、 各国派遣部隊との関係は、指揮命令ではなく、共同の関係とされた。7月20日までに MDA-7 海域で、日本部隊は17個の機雷を処分する。その後、A、フツ・ドク、イ、ラン、ベルギーの各部隊は、総会終了宣言を発出して、総会作業を打ち切り帰国した。日米サウジアラビアの総会部隊はその後も、 MDA-10 及びクウェート沖の航路等において、掃海作業を継続した。掃海派遣部隊は、この間、MDA-10 において新たに、計17個の機雷処分を行う。また、サウジアラビア政府の要請に基づき、独自でカフジ沖の油性に至る航路の安全確認を実施する。爆破された計34個の機雷の処分方法としては、 リモコン式処分具を使い、安全な遠隔操作により爆破されたものが5個、水中処分隊員が、機雷に近づき、手作業で爆破準備したものが29個であった。総会会域には、イラン・イラククウェイとの了解が含まれていたため、日本は、自国の外交ルートを経由して交渉し、イランとの間では、7月20日に、イラン軍の代表者を立ち合わせること等を条件として、 日本の総会派遣部隊の領海立ち入りや、総会作業の実施について同意が成立した。イラクからは7月25日に、クウェートからは8月12日に、領海内での総会作業を認める正式な回答が、なされた。また、イラン及び、クウェートの要請により、イランのバンダレアッパースコ及び、クウェートのあるシュワイク港に寄港し、有効新税を図った。 湾岸戦争に際して日本は130億ドルにも上る資金協力を行った。それにもかかわらず、クウェートが湾岸戦争終結直後にワシントンポスト市の全面を使って謝意を表した広告には、クウェート解放に貢献したすべての国の国旗が掲載されていたが、金銭的貢献しか行わなかった日本は除かれていた。しかし、 総会部隊が派遣された後では、クウェートでは日本の国旗が新たに他国に加わって印刷された記念切手が発行されるなど危険を伴った人的貢献への評価が一変した。江田賢治は90億ドルの支援金のほとんどは米国に渡り、クウェートに渡ったのは6億円に過ぎなかったとしている。部隊や隊員に対しては次の通りの表彰が行われた。また、 この総会作業により、海事の総会、相当能力は技量についてはともかく、装備については諸外国に大きく劣ることが明らかになった。そのため、諸外国の総会、相当装備を導入した菅島型総会艇が建造されることになった。もてもて総会艇、仙台郵便局の化身欲しい1991年5月7日付。 毎日新聞長官 AB 加北新報2015年5月27日号27面、ペルシャ湾総会、元会示指揮官、法整備必要、でも、ハットシナドウス2015.07、18、ありがとうございます。